京大粒座、テラス神社は、兵庫県辰野市の日山に鎮座する神社。岩神社、海神社とともに、針間三大社とされる。旧建者。現在、鎮座する、天神山が、竜が座った形に似ていることからついた旧称の、竜座神社として、地域で広く親しまれている。甘寺昆虫溝火明神を祭り、杉を神木とする。 日山山町にて、水古天皇二年の創始と伝わる古社で、現在は、中腹から山麓にかけてが社地となっている。社名の、粒は、伊帆の地名の語源とされる。粒座、天マ神社は、平安時代は、縁起式神明朝で、明神大社とされていた。明治維新後に、旧辰野藩礼儀手段役、関口久信が、国家神道の元辰野府の陳述とするために、 九州で中半寺の脇坂康綾の命によって新館に突き再興する。元兵庫県立姫路工業大学長で、振動工学の権威であった、関口久美は、維新五神社家の四代目当主で、県人新館。現在もその子孫、殿下によって連綿と存続されている。明治七年号社に劣死、同十五年に県社に昇格した。う子は、 辰野市辰野町のうちの伊保川うが部と同佐岩部のうちの大道、富永、被害鹿、伊西町小神、伊保川町半田の3300世帯。仁王第32代須春天皇、第33代水子天皇の身よ、ハリマ国現在の辰野市に、伊福部連白旅子という長者があり、人格者で近くの住民に厚く信頼されていた。 この彦の屋敷の裏によく茂った車があって、水古天皇二年正月一日に、この車の上にように輝く者が現れた。彦がこれを見つめていると忽然として、要望丹麗な童子の姿となって曰く、我は、アマテラスコクテル彦神命の,の使いである。天日、名命の幸い御玉はこの地に沈まり、この土地と人々を守りたもろて、すでに千年を長遊。 今何時の正直、誠実なるに感じたまい、あもりまして神職を授けようとされている。神職を包帯し新しい神社を造営して奉仕せよ。すなわち、今ここに種刀を授けたまう。これを工作すれば、何時の頼みならずこの里全体に豊かに実り、この土地は長く栄えてゆくであろう。と。ここで死者の童子は、また骨にして昇天して去り、 あとに種等が残されていた。白旅子がこの神直を尊み放帯することを誓うと、彦の頼みならず近くに人世にして千丁もの水田ができた。白旅子が中心となって神社を建立、放災し、またこの水田に授かった、首都を耕作すれば大放作となり一粒万倍したという。以後この土地は米粒を意味するイーボの群と呼ばれ。 ハリマの国葬地帯となった。白クタビをはじめ入りは喜び感謝し、この神社を、つぶざ、アマテラス神社と称して、氏神とあがめ京に至っている。本殿エマ殿、県運祭神当社派アマテラスコクテルヒコカ名命、都市当社の西方、なる一切村に鎮座せる遺跡三神社の祭神を、天照テラスコクテルヒコ名句下間のにぎはやひ命とす。 両神派別神のケン揺れども旧時本儀による、ぎはや日命を、称する二遺跡三神社の祭神の,祭神のジョクキせるを兼る、兵庫県神社氏。ただし、雨の穂明かりを祭神とする、つぶざ、テラス神社は一時期、本殿正面主祭神に、ラス大臣を祭り、また、明治期以降の国家神道体制の影響により、社号を、ラス神社としている。 一方、にぎはやひを祭神とする、遺跡三神社では、旧社号アマテラス神社を、アマテル神社とし、また、祭り神明を、アマテル国てる彦として、アマテラス信仰とは異なるものとしている。ただし、仙台旧字本儀は、アメノホアカリとにぎはやひを同一神とみなす。ただし、つぶざ、アマテラス神社がこの説を採用し主張するようになったのは、 比較的近年のことであり、従来より、中富の因立神社がこの説を有力視されてきた。中富の因立神社粒宮伝説と、式内粒座、天照神社を参照のこと。神儀資料、張間館、張間名所巡覧図絵伊墓郡地市、粒座、天照神社、演技式祭人民宮伊勢村の地に、在社後大門等の後財として、移説を主張する。 ハリマ国内大将明神174座が記載された。ハリマ国内神明町には、中富の院立神社が、中富の粒を御神,神と記載されており、粒座、天照神社と合祀されていたことし指しているとされる。マトバ山と同じ山系の北西に位置する亀山の遺跡山神社、奥宮神社のこと。ありがとうございます。